はい、それでは超ざっくり脱出力学、今日は支持力というテーマでやっていきます。ラインナップはこちらの通りです。で、まず支持力とは何でしょうか。構造物を支える力です。構造物を支える力というので、ここに、地面があって建物があるんですが、本当に言うとこんな風に地面の上にちょんとこう建物が置いてあるだけっていうのは基本的にはないです。このままだと建物が自分自身の重みでズブズブと沈んでいったりとか、地震が起きるとポテンって倒れちゃいます。というので、こいつを地面からもしっかり支えようというので、こう例えばですけど、これ基礎と呼ばれるものを、作ることが一般的です、ね。これ基礎を作ることで建物を重みに耐えるようにこう支持力というものが発揮されます。で、今回のテーマはこの支持力っていうのがどれだけの大きさかっていうのを、計算してやらないと、この建物よりも支持力が小さかったら、あんまり意味がないので、こいつを計算できるようにしましょうというのが今回のテーマです。基礎の種類の説明をします。基礎の種類は大きく2つあって、浅い基礎と深い基礎です。どこで区切るかというと、この基礎の幅とこの深さ、どっちが大きいですかというところで、浅い深いを決めてます。で、浅い基礎の、種類ですが、ベタ基礎とフーチング基礎というのが有名で、深い基礎はケーソン基礎とグイ基礎というのが有名です。いずれもかなり有名なので名前は知っておいてください。で、浅い深い、基礎をどうやって使い分けるかっていうと、比較的地盤が強い時は浅い基礎を使います。で、浅い基礎だとちょっと持たないような、地盤が弱い時はこうやって深い基礎を作ってあって、あわよくばこの地中深くの、硬い地盤にこう基礎を差し込められるような、そんな構造を、取ります。では安全率という話をします。建物を、建物とか構造物を作ってしっかりと基礎も作ってますという場合に、基礎が発揮できるギリギリの、限界の支持力をが、1000キロニュートンだったとしましょう。これを極限支持力と言います。記号は QU というふうに書きますとしましょう。で、線まで支えるから、この上物は、1000キロニュートンで作りますかという話なんですが、なんかちょっと怖いですよね。なんか手元が来るって1001になっちゃうかもしれないですしね。というので、ちょっと線だからといって線はちょっと欲張りすぎだろうと、でどう考えるかっていうと、1000枚次ちょっと3ぐらいで割っとこうぜと考えます。つまり333ですかね。支持力が1000だったら、3で割ったぐらいのものを作りましょうよというのが、設計の考え方でして、3で割ったこれのことを許容支持力 QA という記号になりますがと言います。で、さらにこの割る3の3のことを、これを安全率と言います。ですので、安全率は、改めて書くとですね、極限支持力と許容支持力を割ったものというふうに、考えられますと。では支持力公式に、入りたいんですが、ちょっと前提です。支持力の式っていうのは、100% 正しい支持力公式っていうのはございません。で、いろんな人が、こんなのがいいんじゃないか、あんなのがいいんじゃないかって言ってるような、感じです。なので、全部拾うのは大変なので、ここではテルツァーギの支持力式っていうものを取り上げて説明します。で、その中でナッタバケースとかいっぱい出てくるんですけども、それは、建築基礎構造設計指針というものから抜粋した値を用います。ということで、いっぱいあって、ちょっと収集つかないんで、有名どころをちょっと抑えましたみたいな、そんな説明をします。
はい、じゃあ出力公式いきます。まず浅い基礎の、まあ、かつ極限出力の説明です。これは QU イコールこんな式になってしまいます。ちょっと大変長い式ですね。でまずこれを覚えないといけないかどうかっていうのは、その受けようとしている試験とかによるところが多いので、まずそちらを調べてみてください。で、まず、ではちょっと注意点ですが、単位がキロニュートン、パーメートル2乗となっています。メートル2乗で割るっていうのは何かっていうと、浅い基礎で多いのがこう奥にちょっと続くようなパターンですね。の場合、この長ければ長くなるほど支持力もどんどん大きくなって、まあ、収集つかなくなるので、どっかで区切っておきましょうということを考えます。その区切る奥の、奥行きを1メートルというふうに、決めています。ですので、長くなれば、この QU にこの奥行きの長さをかけてやることで構造全体の支持力が出ますよという、まあ、そういう1メートルで区切るのを基準にしましょうと考えます。逆に深い基礎っていうのはこういうパイプ1本とか考えることが多いので、これは1本あたりなのでキロニュートンで、考える支持力を考えます。はい、で、ちょっと中身に入ります。まずこのアルファとベータというのがありますが、こちらは形状係数と呼ばれるものです。で、次エンドダウンとかですね、 C とか Q とかついてますが、3つありますが、これは支持力係数と呼ばれるものです。でこのなんとか係数っていうのは、その別途参考基準、設計基準とか等で値が、決められているので、それをこう見繕って入れていくことになります。で残りのこの C とかこのガンマとか D とかいうところは、こちら地盤の条件やこの基礎の、サイズで決まるものです。で、C は粘着力、 DF 深さ、 B は幅で、ガンマ T1 っていうのは基礎より上のところの単位体積重量、ガンマ T2 は基礎より下の地盤の単位体積重量です。で最後に注意が一つあって、ここを例えばこんなところに水面があって、基礎より下は水で飽和していますよっていう時は、ガンマ T2 を使うのではなく、T2 から浮力の影響を差し引いたガンマダッシュ、有効、単位体積重量ですね、を使ってくださいというのが、決まりになっています。はい、形状係数と支持力係数の補足です。まあ、先ほど申し上げた通り、こんなふうに値が決まってますよということで、例えば α と β、連続だと 1.0 と 0.5、 円だと 1.3 と 0.3 というのは、これは基礎の形ですね。こう基礎を上から見た時に、連続っていうのはこうずっとこう続く連続で、円だとまあこんな感じですかね。円の円だとこの値を使ってくださいよと。で、まあ、形で、値が決まるので形状係数です。で、こっちは円線形のガンマというのは、土の内部摩擦角、内部摩擦角によって決められてますよというので、まあ、代表的なものを取り上げたんですが、本当はもう0度からずっと一覧がありますので、その対象とする地盤の内摩擦角から対応する NC、NQ、N ガンマを引っ張ってきて入れてくださいよということになります。では浅い基礎の許容支持力に行きます。許容支持力は極限支持力を安全率で割ったものなので、先ほどの極限支持力を、まあ、今回は3としますか、3で割りましょうというのが基本的な考え方なのですが、1個だけちょっと修正しないといけない。許容支持力の時に限っては、この NQ を、さっきの NQ じゃなくて、アスタリスクっていう、これ、米粒ついてますけども、さっきの NQ に2を足したものを入れてください。あとは、そのまま。
で3で割るっていうのが許容支持力の出し方です。繰り返しますが、あの NQ は NQ アスタリスクっていうのを使ってくださいっていうのが許容支持力に関するあの注意点です。で、まあ理由としてはあの、まあ、安全率 の背景の心理になるんですけども、例えば、極限支持力が900が出て、じゃあ900キロニュートンを作ろうかっていうのはちょっと怖いんで、3で割っとこうみたいなのが、まあ、あの安全率ですよって言いましたが、もうちょっと細かく見て、これ3つのこのね項の足し算になってますけども、例えばこれが今のこれが300、これも全部300として個別で見た場合に、この300はちょっと自信がないと、300って計算出たけども本当に300持つかどうかわからない、怖いんで3で割っときましょう、100ぐらいやったら大丈夫だよですね。この300もちょっと自信ないから3で割っ安全率で割っときましょうと。ただこいつは、ちょっとこの計算自信あるよと、ね、このアスタリスクがない場合ですね、自信あるよというので3で割るとちょっと少なく見積もってしまってるんじゃないかなっていうところで、3で割る前にこのアスタリスクというのをつけて2ショットを割り増ししておこうと。そしてから、まあ、これ何分になるか分かんないですけども、まあ、350ぐらいにしておいて、で3で割ってやりましょうというような、まあ、そんな裏話になります。